はい、ふわふわくまさんが来ました。クリスマスで洗い方があったのでちょっと実践してみます。ごめんよ。さっと流して、表面を泡で優しく洗います。この子はドウシンという会社で作られた子です。日本製です。職人さんが一つ一つ作っておられるそうです。サイズがだいたい手のひらよりちょっと大きいくらい、21-22センチかな。来てすぐなので毛がふわふわ舞ってくしゃみが止まりません。後頭部、中の綿がおそらくなんだっけ、河川なので、でも綺麗。黒いクマさんはうちは初めて。この子は一番小さいのかな。ごめんよ。ちょっと流したらね。気持ちいい。ぺったんこになってきた。耳が、綿が入ってなくてペラペラしててかわいい。鉛筆をよく使うからお尻が黒くなりやすい。ほい、気持ちよかった。あとはタオル、どこだ。まあ、陰干しで1日2日干す。2日間会えないのか。今冬ですからね、乾きにくい。また泡出てる。洗わなきゃ。わあ、中まで泡入っちゃってる。困ったな。
ぬいぐるみを表面だけ洗うってどうするんだろう。もしかしてシャワー使って。ダメなの。ごめんなさい。ごめんね、八兵衛。ちょっと待ってて。じゃあ、あとは陰干しです。